どうもこんにちは、関あかねです。今週末いろんな試合がありましたけれども、なんといっても日に、ヒニー、ヒニーこと宮沢ひなと選手の 復帰怪我からの復帰お帰り日にいやー嬉しかったあ。嬉しかったです。皆さん見ましたかユナイテッド戦。それから長谷川祐里選手がね、所属する3。3がリーグで1位になりましたよ、皆さん。あとはね、カップ戦の決勝戦、チェルシー対アーセナル盛り上がってたりと、まあ海外女子サッカー、いろんなことが起こっておりました。ということで今日はですね、そういった試合たちの感想だったりをですね、喋っていきたいなと思います。 いや、マジで、ひなたがおめでたい。乾杯です。ひなたに乾杯。ということでね、この週末本当にいろんな、えー、注目の試合がありましたけれども、まずやっぱりユナイテッド。ユナイテッドの試合かなと思います。なんといってもね、ひなたの復帰。ひなたが復帰してくれました。嬉しいですね。ひなたが好きです。みんなひなた、ひにん好きっすよね。えー、ユナイテッドのね、SNS の写真とかでひなたが増えてきて、 もうこれそろそろ復帰だなと思ってましたけれども、えー、今回ねサブに名前が載っててこれ来るなもしかしたら来るなと思ってたら本当に来ました、えー、エバートンとの、ね、対戦でしたけれども試合はですね最初にエバートンに入れられてユナイテッドなんかね調子悪そうな感じで大丈夫かなとか思ってたんですけれども後半ね調子上げてきて、えー、最近ねイングランドの代表に選ばれたばかりのターナーが入れてでねトゥーンも入れて で、逆転して、ね、そんな感じで試合は進んでてね、平田もね、ちょいちょいこうベンチ離れてアップしてたりして、そういう姿を見るとね、来るかな来るかなってこう、期待が高まってたんですけれども、なかなか来なくてね、やっぱ今日はないのかななんて思って、あの、もうちょっと本を片手にね、あの、ダラダラ見てたんですけど、私。そしたらね、89分ぐらいでしたかね、ヒニーが来ました。ヘアバンドつけたね、ヒニーが、 立ってました私、驚いて、思わず本を落として、どこまで読んだかわかんなくなりました。まあ、興奮しましたね。あうれしかった。しかも、入ってすぐにね、ガルトンが手入れて。 3対1だったのが4対1になりましたねラ。ラッキーガール、ラッキーガール。ひなたはもうラッキーガールですよ、あれは。日ひなたもね、すぐにお祝いハグを、えー、ガルトンにしてましたね。あの、ちょっとね、遠慮が、遠慮がちな感じで。やっぱこう、タトゥーがね、こうゴリゴリに入ったガルトンちょっと怖いのかなとか思ったんですけど、89分くらいに入ったんですけど、アリスシナルタイムがね、7分くらいあったんで、10分弱くらい見れたのかな。パスカットしてたり、1、2回くらいはパスする感じでボールには触ってたかなと思います。ひなたね、この怪我してる期間に筋トレ頑張ってたのか、やっぱね、 ちょっとがっちりした気がするんですよね。足とか皆さん、皆さんどう思いました。いやでもまあとにかくね。短い時間でしたけど、日向がプレイするところがセシフリー見れて私は嬉しかったです。おかえり日向、えー、シビルブスカップはね。出るのかな？まあ、出ないにしても、あのまあ、とにかく結果がね。本当に治ったのかな？というところが分かって嬉しかったです。 えー、それからね、日本人選手といえば、えー、シティ対リバプール戦、これもね、日本人対決ということで、この試合はね、生配信したので、皆さんと一緒に見れましたけれども、えー、4対1でシティが勝利ということでね、割とすぐにね、ヘンプが、ヘンして、で、続いてパークも入れて、ショーも入れてっていう感じで、ポンポンね、点が入って気持ちいい試合でした。えー、ちなみに、えー、この前ね、紹介したフォトモブによると、 これがね、今回のシティとリバプルの試合ですけれども、それぞれの選手の評価も乗ってて、ファウラーがね、8.9で一番高い感じですね。ファウラーね、良かったっすもんね。点は取らなかったけど。で、長谷川選手7.8、長野選手7.2ってことで、日本人も割と高い。で、あとショーとかね、ヘンプ、あとパークあたりがやっぱ高いっすね。それから全体のね、こう流れ、グラフになってますけど、最初そうね、シティは様子がかがってる感じで、でも点入れてからポンポンね、 入っていきました。なかなかリバプールからしたらね、厳しい試合でしたよね、きっと、えー。ボールの支配率もね、こんな感じで、シティが持ってることが多かったのかな。シュートもね、シティの方が多かった、えー。長野選手はね、かっこいいシュート1本打ってましたけれども、入らずにということで、こんな感じでしたね。えー、だから、リバプールは順位が1個落ちたのか。そっか、5位になったんですね。シティは1位になったけれども、リバプールは5位に1個下がってしまった。 ということですね。ちなみにね、この、この前紹介した時は、長谷川選手はね、フォトマブの評価3位でしたけど、もう入れ替わってね、今5位になっちゃいましたね。まあ、えっ、ー、と、ヘンプとね、ゼラムに越されたわけですけど、まあ、ヘンプ良かったもんな相変わらずね。で、まあ、ゼラムもね、ユナイテッド戦良かったですからね。コメントの教えていただいたのは、直近の何試合かの平均値で、こう、計算されるみたいなことを教えていただいたんですけれども、なので、まあ頻繁にね、入れ替わるってことなんでしょうね、きっと。えー、シティはね、そういうことで現在1位に。 一位になったということですけれども、えー、どうやらね、来年のチャンピオンズリーグの出場、もう確定したということらしいですね。いや、素晴らしい。だからもうね、来年のチャンピオンズリーグ、ハスちゃん出ますよ、皆さん。これ結構嬉しい話じゃないですかね。 そして、今週末ね、私もう一試合フルで見ました。カップ戦の決勝戦、えー、FA ウィミンズコンチネンタルリーグカップの方ですね。えー、アースナルでチェルシー。えウ、ー、エストハムの試合とね、同じ時間だったんで迷ったんですけど、こっちを選んでしまいました。これ楽しみにしてたんですよ。やっぱアースナルとチェルシーの試合って面白いんですよね。でね、今回もいろんなことが起こっていました。まあ、やっぱ、まあ、何をはとるま、ともあれね、うまかった、二チームとも。見応えがありました。とにかくスピーディーだし、あもうパンパンパス、パスは繋がるしでね、 見応えがありましたでね結果から言うとアーセナルが1対0でチェルシーに勝ったと。 優勝ということでね、去年に引き続きですよね、確か。素晴らしかった。あの、試合後のね、ノースロンドンフォーエバーでね、ちょっと、ちょっと泣いちゃいました、私。えー、まず日本人で言うと、マイカさん。今回ね、サブでしたね。名前が載ってて、もしかして出んのかってちょっと期待しちゃいましたけど、やっぱ出なかったっすね。あの、最後ね、負けたとはいえ、準優勝なんでこうね、メダルを首から、マイカさんもね、かけてもらってましたけれども、あの、巨トンとした表情というかね、ちょっとほひょ方針状態っぽいというかね、やっぱ出れなくて悔しかったの。 のかなみたいな顔でしたねあでもね相変わらずマイカさんやっぱ礼儀正しくてメダルもらう時ね他の選手はこうポッケにね手突っ込んだままもらってるような感じで握手もねあの片手で握手するみたいな感じでしたけど前川さんはねちゃんと両手でこう握手してました相変わらずマイカさん可愛かったあの入場の時もね子供たちとこうハイタッチする時もねマイカさん笑顔でね優しい感じで。 えー、見ててほっこり、ほっこりしました。で、えー、この決勝戦ね、試合はね、どっちもこう攻めてて、本当に力がこうきっ抗してる感じで、最初の方に、えー、ラミレスがね、弾丸シュートをこう放ってね、入ったんですけど、ハンドでね、 ななしにっっちゃったりあとはね、マッケイブも弾丸シュート打ってましたね。えー、それから問題児のジェームス。相手をね、体ごとこう、と、とつくようなこうシーンがあったりして、これまたやっちまったかなと思ってね、焦りました。カードもらうかと思ってね、ハラハラしましたけど、えー、もらってなかったですねあ。あとジェームスといえばね、ペロペ、ペロちゃん。アーセナルのね、ペロバー。ペロバとね、ぶつかった時に、ジェームス、こう足がつっちゃったのかなわかんなかったですけど、ペロちゃんがね、ジェームスの足をこう伸ばしてあげてました。なんかちょっとレアなシーンな気がしましたね。ジェームスに対してそんなことしたら逆にこう、 キレられそうじゃないですか。優しくしたつもりなのに、みたいな。うもう、蹴飛ばされるんじゃないか、みたいなことを思っちゃうような気がするんですけど、そんなことしたら。えー、そんなジェームスに対してね、ペロちゃんが優しさを見せていて、なんだかちょっといい、いいシーンでした。で、試合はね、0対0で延長まで行って、で、延長入ってね、すぐだったかな、誰かがね、画面の外で倒れてて、え、どうした誰が倒れたんだってなって、かなり長いこと試合が止まってました。で、カメラも、 えー、そういう時こう映したりするじゃないですか。でもその時はですね、もう遠くからのこう、遠くからしか撮らなくて、全然近寄りもしなくて。で、スタッフもですね、10人ぐらいかな、こう集まってて、なんかすごい、なんか深刻なことが起こってそうな感じでね、ほんと10分ぐらい止まってたのかな。で、最初ミー、ミードが怪我したのかと思って、えー、ヒヤヒヤしてたんですけど、よく考えたらミードはもうその前に退場してて、でどうやらま、まあ、マーナムだったんですよ。 ノルウェーのね、選手の。え、ね、あの、多分ね、怪我とかじゃないと思うんですよ。なんか、急に倒れてたのかなちょっとわかんないですけど、未だに詳細が。で、アーサル側からのこの報告的なやつでは、えー、意識はあります。 喋、えー、れますみたいな感じのね報告があったんで、まあ、なんかそういう報告がある時点で結構重大なことがなんか起こったんだなっていう感じなんですけどまあとにかくね私ああいうシーンはあんま見たことないんで本当に心臓がドキドキしてましたまあとにかくね無事ということは分かったんですけれどもまだいまだに何が起こったのか分かんないんですけどねまあの部分がね大丈夫だといいんですけれどもちょっとねそういうなんだろうな心配になるシーンがありましたでね えー、延長戦入ってもなかなか点も決まらず、あ、で、延長の後半でアーセナルはね、クーニクロス、クーニクロスが投入されました。えー、前川さんのね、ハンマルビー時代のチームメイトですよ。まあ、そのクーニクロスがね、入るところを見た時、前川さんもこのタイミングで入ったら熱いのになぁとか思ったんですけど、まあ、ね、それはなくて。えー、クーニクロス自体はね、めっちゃいいパス出してましたね、一回。びっくりした。あの人マジでうまいなと思いました。長野風花みたいな走り方するんでね、私、 クニクロス結構好きっす。でね、えー、延長戦、もう最後の最後の方で、アーセナルのね、ブラックスセニアスがゴール決めました。ブラックステニアスね、あんまり調子良くなさそうにね、今回見えたんですけど、えー、素晴らしい。最後ね、ゴール決めたということで、試合終わった後もね、ブラックスーニアスちょっと泣いてるように見えましたね。 で、PK 私好きなんでね、ちょっと PK 期待してたんですけど、まあね、あの、試合の中でね、勝敗が決まって良かったかなと思います。アーセナルもチェルシーも私好きなんでね、まあどっち勝っても嬉しかったですけど、マーダムの件があったんでね、あの、アーセナルが勝ってなんか今回良かったかなと思いました。まあね、チェルシーはね、まだ FA カップの方もあるんでね、そっちで優勝を目指せるかなと思います。で、 あとね、この試合、監督同士もなんかね、ぶつかってて、あの、試合後にね、監督でって、こう、握手するじゃないですか。その時にね、こう、ヨナスにね、エマが近づいてって、まあ、普通に握手するのかなと思ったら、よえー、エマがなんかね、握手しつつ、ヨナスをね、ど、どっついてたんですよね、体で。な、何事だと思って。えって、私何回も巻き戻してみ、見てたんですけど、なんかね、よくわかんないですけど、どうやらヨナスがね、こう、試合中にこうね、アグレッシブなことをなんか言ったっぽいんですよね。 なんかね、カス、カスバードが、えー、チェルシーのね、カスバードが、ヨナンスになんかね、試合中こう、大声でなんか言ってたような時があったんですけど、あの時あたりなんか怒ってたのかなちょっとよくわかんないけどね、トラブルがあ,あったみたいです。エマがね、あんな怒ってんの見たことないから、ちょっと物々しかったっすね。まあまあいろんなことがありましたけれども、アーセナルがね、優勝して、で、選手たちね、 えー、喜んでる姿、いっぱい見れてよかったです。私ね、アーサナル好きな選手多いんですよ。えー、怪我でね、出れてないミーデマンもね、なんか嬉しそうにしてたし、よかったなと思います。それからね、その決勝戦と同じ時間帯にやってたウエストハム戦、まだ見れてないです。FA プレイヤーにね、アップされたら見ます。ゴリいない中、大丈夫かなって思ってたんですけど、どうやらね、0-0で引き分けだったっぽいですね。なんだろう、う負けてないだけでちょっと、ほっとしました。まあでも、ブライトンね、勝ってほしかったなと思うんですけど、フォトとブをね、 えー、ちょっと先に見ちゃうと。ど、どんな感じここから予想できることはどう、なんだろうな。ウエストハムのミッドフィルダーの評価が高いのか。あ、アーノルドが一番高いんだね。じゃあナイスセーブしたのかな植木さんイエローもらってる。えー、ブライトンはディフェンダーの評価が高いのか。うーん、なるほどね。で、このグラフを見る感じだと、ブライトンの方が攻めてたのかなそうですね。支配率もブライトンの方が多いと。シュートは、シュートは結構、 打ったのかなまあちょっと後でね見てみます楽しみだな見るのはちなみにユナイテッドの日向の評価はどうだったんだろうあんな数分だったけど出んのかな後から入ってるからこれか時間短すぎて評価出ないのかさすがにで、あトゥーンがねあトゥーン確かに良かったっすもんねえ点、ー、も決めたしねトゥーンが一番高いということですねえー、あとはレスターシティ戦レスターシティ戦もあってでモミッキーがゴールゴール決めたと え私もね、配信してる間に皆さんに教えていただきましたけれども、えもみっきー見事にゴールを決めたということで、ハイライトを見ましたけれども、上手なシュートだった、かっこよかった。で、2点目もね、もみっきーのフリーキックからの得点だったということで、いや、素晴らしい。もみっきーね、代表選ばれなかったけど、ちゃんとチームでは活躍してますよ。それから、松久保とね、三浦ちゃんのいるノースカロライナの試合もね、私途中から見ましたけれども、2人ともね、途中出場だったのかな。で、松久保はね、結構チャンスがあったんでね、惜しかったなと思いますけれども、 あのなんか見てて気になったのが、アメリカって選手の名前、下の名前で呼ぶんですね。ナルミとか、マナカでしたっけって呼ばれてますよね。なんかイングランドだと、えー、ハイアーシーとかね、ハセガワとか、苗字じゃないですか。その違いが何なのかなとか、すごいちっちゃなことですけど、気になっちゃいました。アメリカリーグね、ちょいちょいね、見てね、いろいろ知っていきたいなと思います。まだね、どのチームが強いかとかも分かってないんで。えー、ノースカロライナ今回はね、えー、ニューヨーク・ゴッサムでしたっけ 1> に1-0で勝ってたということで引き続きねちょっとち,ちょっとちょっとずつねアメリカも知っていきたいなと思いますそれから谷川ね若手組 えー、なんか私よく分かってなかったんですけどもう準決勝の試合があったんですねハイライト見たらね谷川のいるロゼンゴードが最初のね10分ぐらいで2点も取っててあのもう余裕な感じだったのかなそのね1個前の試合も10何点も取ってたしもしかしたら余裕持ちすぎたのか分かんないですけども80分ぐらいに追いつかれちゃって相手チームにね延長戦になって でね、谷川、弾丸シュートとかしてましたけど、外れちゃって、で、最後の最後にね、相手に入れられちゃって、負けちゃってましたね。で、相手の喜び方がね、ちょっととんでもなかったんで、もしかしたら、格下のチームだったのかなに負けた感じなのか、あの、まだよくわかんないですけど、カップ戦ね、敗退してしまった、ということです。うん、相変わらずね、あの、寒そうだった。雪がめっちゃ積もってましたね。えー、寒い中ね、スウェーデンの異国の地で、頑張ってるということです。えー、そしてね、同じく異国の地で頑張ってる小賀ちゃん小賀ちゃんもね、 ハイライト、見ました。見たらね、しょっぱなから小ガちゃん攻めてました。相変わらず攻めてました。 サイドチェンジって言うんですかね大きなパスをね、すごいいいパスを出してたり、あとね、いいクロスをね、上げてたりと。あの、Google で見た感じで、ね、ディフェンダーってなってましたけど、相変わらずね、その一つ前の列でね、やってた気がするんですけど、いまだにちょっと謎ですね。あの、すごい雨降ってて、ハイライトもね、もう半分モザイクみたいな感じで、ちょっと確認しづらかったんですけど、あとね、ちなみに相手のチームにね、あの、これもね、あの、配信中コメントで教えていただきましたけど、日本人の選手がいました。いや、なんか面白いっすよね。 小ガちゃんいなかったらオランダのリーグとか見ることもなかったと思うしなんかもうみんなのねなでしこジャパンのみんながねこう方々にこう散らばってくれてるおかげでいろんなリーグをね目にする機会ができて、えー、なんか楽しいなと思いました。 ということで、えー、今週末のね、海外女子サッカーの試合についての感想なんかを喋ってきました。皆さんはね、どの試合をご覧になりましたかいろんな選手がね、いろんな国で活躍してるんでね、気になる試合いっぱいあって、なかなか見切れない状態かなと思いますけれども、あの、この試合がね、面白かったよとかありましたら、ぜひね、コメント欄に残していってください。ということで、えー、このチャンネルではこんな感じでね、海外女子サッカーについて今後もね、いろんな動画を出していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録ね、まだしてない方は、えー、していっていただけたら嬉しいです。ではまた。